およそ3000万人の死傷者を出した第一次世界大戦。人類未曽有の大惨事となった第一次世界大戦、足掛け5年にわたる戦いがようやく終わったのは1918年のことでした。あくる1919年1月、大戦後の世界の枠組みを決める講和会議がフランスで開かれることになり、日本も出席を求められます。ウィルソンは講和会議の場にそれまでの歴史になかった全く新しい提案を持ち込んでいました。世界の平和を維持する機関として国際連盟を設立しようというのです。牧野真剣信明は最後まで黙っていたわけじゃありませんでした。彼は健康一的発言するんですね。その会議で発言した内容、それは人種差別をやめようというものでございました。それは日本政府の訓令の中にあった次の一言がヒントとなったものでした。国際連盟においては、黄色人種に対する人種的偏見のために、日本が不利に陥ることのないようにせよ。日本が人種差別廃止を提案すれば、必ずやアメリカは反対すると予想されたのです。牧野は当たって砕けろとばかり、アメリカ大統領ウィルソンの宿舎を訪ねます。ウィルソンの反応は意外なものでした。人種差別を廃止するという日本の提案を歓迎し、国際連盟の規約に盛り込むことに賛成してくれたのです。牧野は直ちに本国に打電、日本政府の許可も取り付けます。牧野は人種差別廃止という画期的な提案を胸に秘め、会議の場に臨みます。ところがこの日、肝心のアメリカ大統領ウィルソンは欠席でした。代わりに議長を務めることになったのは、イギリスの全権の一人、ロバート・セシル。牧野が人種差別廃止を提案するや否や、セシルは猛反対を始めました。人種差別をしないという項目を国際連盟の規約に入れることなどとんでもないというのです。イギリスの反対には理由がありました。この頃イギリスは世界中に植民地を有する大帝国で、アジア・アフリカの有色人種を支配下に置いていました。イギリスと同じく植民地を持つフランス・ベルギーも人種差別廃止を盛り込むことに反対。以下、意見を保留する国が相次ぎます。一方、賛成はブラジル、ルーマニア、チェコスロバキアの3カ国のみ。議長を務めるイギリスのセシルは、賛成少数で採決の必要なしと断定し、日本案を却下してしまいました。日本が提出した人種差別廃止案は、図らずも大変な反響を呼び起こしたのです。大国に虐げられている国の人々の期待が日本に寄せられている、そう知った牧野は決意しました。ここで諦めてはならない、もう一度人種差別廃止のために頑張ってみよう。牧野の提言を受けて日本代表団は奮い立ちました。1919年4月11日午後8時30分、国際連盟の規約を決する最終会議の時はついに訪れました。参加者は17人。議長の座に着いたのはアメリカから戻ってきたウィルソンです。会議が始まると、牧野はすかさず立ち上がり、人種差別廃止の修正案を提出。各国は全て平等という主義にのっとりという一文を、国際連盟の規約ではなく連盟設立の趣旨を謳う全文の中に入れたいと主張します。案の定、イギリス代表セシルが反対します。この修正案を受け入れれば、大英帝国のさまざまな法律に反することになるというのです。修正案はあくまで理念を謳うものであって、
その国の内政における法律的規制を求めるものではない。にもかかわらず拒否しようというのは、イギリスが他の国を平等と見ていない証拠になる。会議の流れは決まりました。まずイタリア首相オルランドが日本案に賛成を表明。この修正案が提起された以上、採択する以外に解決策はない。続いてフランス代表ブルジョアもサインを表します。日本案が示しているのは正義という大原則である。拒否するのは不可能だ。採決の時が来ました。万座の注目は議長であるアメリカ大統領ウィルソンに集まります。が、民族平等の原則はすでに連盟の基本的性格となっている。今さら規約の全文に記入するまでもないのではないか。言葉を濁して採決を渋るウィルソン。アメリカでは日本の人種差別廃止案に対する反対が強まっており、国内世論を気にしたウィルソンはここで日本案に賛成するわけにはいかなかったのです。ごまかされてはならない。牧野は言い放ちます。この案は日本国民の揺るぎない意志である。採決を。ウィルソンは渋々採決を取り始めました。賛成、日本、フランス、イタリア、中国など11票。それに対し反対または保留はイギリス、ポーランドなど議長ウィルソンを除いて5票。牧野は思いました。11対5で日本案の圧勝です。でその時、議長ウィルソンの口から思いもよらぬ言葉が飛び出しました。日本の提案は成立しなかった。全会一致の賛成が得られなかったので採択されない。会議は騒然としました。なぜだ。これまでの会議は全て多数決で決めてきたではないか。なのになぜ今回に限って全会一致を必要とするのか。牧野の抗議に対しウィルソンは平然として答えました。このような重大な問題は全会一致でなくてはならない。間髪を入れずウィルソンは否決を宣言。有無を言わさぬアメリカの威力の前に各国は沈黙するのみです。そそくさと次の議題に移ろうとするウィルソンを遮り、牧野は最後の力を振り絞って述べました。日本案に対し過半数の賛成票があったことを議事録に記述するよう希望する。それがウィルソンに対する牧野の精一杯の抗議でした。